藩関結は中華民国の軍人、関東軍出身の軍人で後に国民革命軍に属す。日中戦争などで活躍したが国境内戦では敗北、捕虜とされた。名はその手伝が字の関結で知られる。父の藩の順は故郷で佐里工学を創設、校長を務め、藩関結自身も同学校で学んでいる。1910年、 半関傑は、甲州に移り、悠久師範付属理科で学び、翌年夏には、関東陸軍測量学校第五期三角科天文、測量班に入学した。1913年に卒業すると、関東陸軍測量局三角科会員となり、同省で測量を業務に携わっている。1918年からは、関東軍総司令、陳慶明の総司令部に属し、翌年、 福建加速領隊長を務めた。1920年、厚生省に移り、市を務所初渡し総計級公衆支線艦隊に就任し、間もなく軍艦、公平艦長に転じている。1923年からは、流進艦率いる厚生軍の総司令部で、中高参謀に起用され、後に第六祖事司令まで昇進し、1924年、反関決は、 候補軍官学校に第1期生として入学する。卒業後は、共同第1弾、第2弾に配属、1925年には、越軍第一師総司令部で、総司令部将校参謀となり、さらに同志第一両中高主任参謀に昇進した。同年8月、国民革命軍成立とともに、越軍第一師は、第4軍に拡充され、藩は、 同軍大獣市に所属する。以後、東西、流進官洋のぞみ便討伐、北伐に従軍し、軍港を挙げて、大獣市副市長に昇進した。1927年4月に、小介石が、上海空出デタを起こすと、小介石指示に転じた大獣市市長、小光に随従して北伐から離脱、南京に移る。藩は、 小介席から石膏警備指令に任せられ、同年8月には国民革命軍第8祖寺軍総司令部中将高等参謀に昇進している。間もなく、藩は軍事、政治、経済の視察目的で日本とドイツを外遊することになり、満州事変が勃発した1931年9月まで海外にあった。帰国後の藩官決は元上官である。 小光らが率いる第19祖寺軍で参謀署長に任せられ1932年1月の第一次上海事変を戦う。その後、第19祖寺軍の復権移駐に伴い同省に移ったが、翌1933年11月、小光らは中華共和国を建国して藩賞解析の放棄を決行する。藩も第19祖寺軍を改編した。 人民革命軍第一方面軍で副参謀長兼参謀署署,署長に任ぜられたが、内心は、小光らへの追随を望まず、密かに、小介石に中華共和国の内情を報告するなどした。そのため間もなく、復権事変が鎮圧されても、藩は改めて、小介石らに起用され、軍事委員会委員長男、正幸永中条高等参謀に任ぜられている。 1934年春、藩関決は、小解析の命で、国内各省の国防体制視察に回る。その後、牢山軍艦訓練団に所属し、1935年1月には、第二次参謀長に属した。翌年9月、古僧南が第一軍軍長に就任すると、この推薦により、藩が副軍長に起用され、西北部での抗軍総統に従事した。 1937年8月、子と共に、上海の前線に赴いて、第二次上海事変を戦い、後に、カナンに撤退、駐屯する。1938年4月、藩は、国民政府軍事委員会政治部第一町長長へ、さらに5月には、中央軍事学校教育所所長へと転じた。同年秋、第27軍軍長に任命され、 河南省や山西省で日本軍を迎撃している。この頃は第二次国境合作が締結されていたこともあって、藩の部隊と八祖寺軍は良好な連携を見せていたとされる。1941年夏、藩関決は中条山線駅で日本軍を迎撃し、英立子を率いる主力部隊と協力して日本軍の南進を食い止めている。1942 同年6月には第38集団軍総司令に昇進し、1945年はじめには第1戦区副司令長官県参謀長に就任している。3月には陸軍中将区組を授与され、5月には中国国民党第6期中央監察委員に選出された。1946年4月、国境内戦の本格的勃発に伴い、反関決は、 国民政府軍事委員会委員長、東北行営副主任に任せられ、さらに翌月には国防部参謀次長、6月には陸軍副総司令に起用された。6月、三島方面の戦線に向かい、第一兵団司令長官として中国人民、解放軍加藤野戦軍を迎撃した。しかし年末までに大敗を繰り返し、第一兵団司令官から罷免されてしまう。 1948年1月、英律公が東北総秘装司令に任命された際に、藩は気熱両編区司令長官としてその下につく。2月には熱化省政府主席も兼ねた。しかし、A と藩は連携がうまくいかず、藩が一時辞職を申し出たほどだったが、省解析はこれを認めなかった。同年9月、東北総秘装司令部副総司令権。 金州式書主任として、金州の検視を図るも、翌月の両親戦役で、東北人民解放軍の前に金州は陥落。藩は、藩関決は12年もの長期にわたり先般管理所に拘留され、思想改造を受けた。1960年11月に特赦を受け、1962年には、中国人民政治協商会議全国委員会分子、 資料研究委員会選委員となる、1964年第4期政治協商会議全国委員会委員に選出された、1976年1月16日、北京市にて病没、去年81、ありがとうございます。